ここからはニューヨークのスタジオからこの一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチですさて、昨日ニューヨークではメイシーズのサンクスキビングデーパレードが行われました今年95回目を迎えるこのパレード 去年は新型コロナウイルスの影響でテレビ放送用に規模を縮小して行われましたが今年は規模も観客も例年通りに戻し多くの観客が沿道に集まる中巨大バルーンがマンハッタンを練り歩きましたそれでは今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えしますサンクスキビングデーを前にガソリン価格が高騰。 バイデン大統領が備蓄放出で火消しに乗り出しましたはじめに新型コロナウイルスのニュースですサンクスキビングデーの連休で多くの人が旅行に出かけました旅行者数はパンデミック前に近い数だと予測されていますサンクスキビングデーの連休に向けて多くの人が旅行に出かけ 24日水曜日には230万人が空の便を利用しました最近行われた世論調査では67%の人が今年のサンクスキビングデーに一緒に暮らしていない家族や友人とともに過ごすと回答していますそのうちおよそ半数が集まる人の中にワクチン未接種の人がいる可能性があるとしています未接種の人や免疫不全の人 高齢者がいる場合 CDC 疾病対策センターはガイドラインでマスクの着用、屋外で集まる事前に感染検査を受けるなどの対策を取るよう勧めています空港で働く TSA 運輸保安局の職員にワクチン接種が義務化されその期限が22日月曜日まででしたがそれまでに93%の職員が 少なくとも1回目の接種を完了または宗教上の理由などで接種を受けられないことを報告したということです懸念されていた接種を拒む職員による人手不足の影響はありませんでした一方、19日金曜日 CDC 疾病対策センターが追加接種の対象を18歳以上のすべての人に広げたことを受け各地で追加接種を求める人が列をなしています <music> 1日およそ84万7人が追加接種を受けています治験では追加接種から数日以内に抗体が増加し始めていましたが専門家は追加接種の有効性が完全に得られるのは接種から2週間が経過してからだとしています。 全米では32州で新規感染者数が増加しており4週間前に比べ全体で42%増加しています。また子供の新規感染者数が10月末から40増加しており 先週の1週の間で14万千人となりました CDC はサンクスキビングデー連休中の人の移動などによる影響で今後2週間から4週間で感染者数、入院患者数そして死亡者数が増加すると見ていて注意を呼びかけています。次に サンクスキビングデーの連休を前にバイデン大統領が高騰するガソリン価格の対策に乗り出しました全米自動車協会はこのサンクスキビングデーの連休に4800万人以上がドライブ旅行に出かけると予測していますがガソリン価格の高騰が人々の悩みの種となっています全米平均のガソリン価格は7年ぶりの高騰を見せており S、1ガロン3ドル40セントで去年の同じ時期と比べて値上がりしていますこうした事態を受けてバイデン大統領は23日火曜日ガソリン価格の高騰を抑えるためアメリカの戦略石油備蓄から5000万ガロン過去最大の放出を行うと発表しましたしかしすぐにガソリン価格に変化をもたらすのは難しいとみられています いいカリフォルニア州南部で強風のためサンクスキビングデー当日におよそ6万4千世帯で停電となりました25日木曜日サンクスキビングデー当日現地時間の午前10時半過ぎカリフォルニア南部の一部の地域で送電が停止されました 強風により送電線や機器の損傷で発火し山火事が発生するリスクを回避するためだということです停電となったのはおよそ6万4 0世帯でロサンゼルス郡、オレンジ郡、リバーサイド郡などです強風による停電は26日金曜日まで続く可能性があります近隣にお住まいの方はご注意ください ウィスコンシン州でクリスマスパレードの列に車が突っ込んだ事件で、新たに少年1人が死亡、死傷者は68人に上っています。事件が起きたのは21日日曜日、ウィスコンシン州ウォーケ社で恒例のクリスマスパレードの列に車が突っ込み、68人の死傷者が出ました。 23日火曜日、病院で治療を受けていた8歳の少年が死亡し、6人目の犠牲者となりました。一緒にいた12歳になる少年の兄は、まだ入院中ですが、回復に向かっているということです。また、ダンシンググラニーというグループでパレードに参加していた3人が死亡しました。一緒に踊っていた友人は、完全なショックでした。 車を運転していたダレル・ブルックス被告39歳は意図的にパレードに車を突っ込んだとみられています犯行の詳しい動機などは分かっていませんが直前に家庭内で何らかの騒ぎがあったということですまた事件の3週間前には自分の子供の母親を殴り車で引いたとして起訴され保釈されたばかりでした

六件の第一級殺人罪で起訴されるということですが今後罪状が増えるとみられていますそれでは今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れですどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいごきげんよう